ちゃ欲しかったんだけどな、これ。もうこれすでに接続済みです。今日使う気満々で。これ何でしょうか？ヘッドセット。これヘッドセット、スティンガーですね。僕これがどうしても欲しかったんで。まあ僕今のところ使うならアルファかなって感じですけど、まあアルファが今 CSGO のプロゲーマー、海外のプロゲーマーが一番使ってるヘッドセットがクラウドアルファらしい。使ったことなかったんで、これいただきました。これここにロゴがこうやって横についてる。見て。で音は、これ音拾ってると思うけど、音の大小はここのここについてるつまみで変更できる。うるせえなっつったらこっちのヘッドセットの方で絞れる。配信でも結構向いてるね。音でけって言われても音絞れないやつだとね、音絞れるんで付け心地結構いいっすね。クラウドスティンガーですね、これ。これいいらしい。あと上に上げたらマイクがミュートになるはず。これ上に上げるだけでマイクがミュートになるはず。マイクの音質とかは試してません。まあ、ヘッドセット。ありがとうございます。友人 B さん、継続ありがとうございます。アイテム取るのが遅え。アイテム取るのが遅えな。はなんで出ないの、なんで今出なかったの弾。カチャってな、何壊れてるこのゲーム。よし、やべ、近い。やれるかな、あれ。やれる、おいしい。これがクラウドスティンガーや。お前らの足音、俺は聞き逃さないぞ。これがクラウドスティンガーや。クラウドスティンガーは敵の足音を消してみる。決して聞き間違えない。なぜならそれは当たるわけねえんだよな、この距離。なんか上がってくる。ショットなんだよなこいつ。危ねえ、負けたかと思ったけど、もうご了承したわ。それいる、まだいるわ。もういないかと思ったけど、同じアナログ端子のアルファと比較するとアルファの方が音強いと思う。スティンガーの方が音マイルドやね。頭当たったね。行くわ。こっちの方が音がマイルドだと思う。スティンガーの方が。結局アサルトライフル落ちてねえじゃねえか。引いたろ。あ、無理。おいしいな、レベル3ヘルメットじゃん。いけ。近くまで来たら殺すわ。確実にやれるところで殺す。足速いな、なんかあの人ジュース飲んでんだな、多分。おいしい。車ないからこれやばいかもな、俺動けない、身動き取れない。これまだ撃たんとこ。はぁ、あ、はぁ、あ、サグリ当たってる。マジか。はは、はぁ、これ死んだんじゃね俺マジで。でもこんな時でも、サイコム様より提供していただいた、俺の SSD 搭載パソコンならば、間に合うんだよ。やられる前に戻れるんだよ。SSD ならな。この SSD を搭載した、サイコム様に提供して 1000GB やぞ、SSD。SSD 1000GB のこのパソコンならね、余裕で間に合っちゃうんですわ。ほらね。
あいつどこ行った。意外と撃たれない。ど真ん中を走った方が。意外と見てねえんだな。意外と見てねえんだな、みんな。多分この盾もいるから。あ、頭取れた。この盾も多分いるから、撃ち合いたいけど。あいつか。いるね。多分あの扉さっきまで開いてたのに閉まってるから、あそこにいるんだよ。絶対あの扉のとこいる。まあ先にあいつ倒そうか。ほら開いたよ、扉が開いた。なんだこいつ、包帯53個持ってる。死体か、持ってんのは。あっち。おお、今詰めてきてたやつ死んだな。今俺が撃ってたやつ AWM 持ってた、死んだわ。あっちの MK14 にやられてる。MK14 がいる。こっちの俺の見てる方向に、西に。車で行くべきか。MK14 ならね、強気に勝負しても負けないから。頭抜かれようがいけるんですわな。ギリスーツか、欲しいな。こっちの車の音のやつやりに行くか。多分こっちに来ると思う。今見てる方向の家に入ってるから。もう一人がわからん、もう一人がわからん。どこだろう。どこだ、もう一人。裏とかいねえだろうな。こういう時結構の確率で裏いるんだよな。隠れられる場所なさそうだけど、あの木ぐらいか。結構いるんだよな、最後まで撃たない人。それが正しいからな。残り3人の時は多分来るよ、俺の見てる方向から。やられそう。あれ別人だろ。挟まれそう俺。やべ、挟まれそう俺。嫌だな。やり合うしかないか、でもあいつと。うわ、これ一層向こうに。は？それは甘い。
これ待ってけ、いや、アンチだから相手。やったー。